はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日は水曜日ということで、動画でね、ゆるブログの回、トレーニングとあんまり関係ない回にしようかなと思ったんですけど、ちょっとね、実は寝起きであまり、状態がよろしくないというか、パッとね、撮って、今日中になんとか動画上げようっていう感じなので、今日もね、またラジオ形式というか、声だけになるんですけど、今日は、声だけ、ラジオ形式で、ちょっと最近ね、とあることが、ハマってるというか、昔から見てることなんですけど、最近ね、やってることについてちょっとお話ししていこうかなと思います。最近やってることというか、ここ最近ですね、テニスのウィンブルドン選手権、全A オープンというふうにも言われますけれども、イギリスで行われている四大大会のうちの一つがね、実施されています。で、過去にも動画でいろいろ話したことあるんですけど、僕はね、過去テニスを結構やってて、ハマってた時期なんかもあって、で、テニスちょっと教えたりとかね、で、それに伴ってちょっと体の使い方とかっていうのも教えてたことがあるんですけど、そのウィンブルドンがやってるという感じなんですよ。で、テニスって四大大会四つあって、全豪オープン、オーストラリアでやる全豪オープン、フランスでやる全仏オープンで、ウィンブルドンですね、イギリスであります。で、8月かな、8月に、全米オープン、アメリカであるんですね。で、それぞれのなんか特徴を言うと、なんて言うんだろうな、全豪オープンはね、なんかシーズン最初の一番大きい大会なので、なんか選手が新しいウェアとか新しいラケットとかに身を包んで、なんか初々しい感じで出てくるんですよね。なので、それを見るのもちょっと楽しみっていうのと、あと全豪オープンはやっぱりそれもあるんで、波乱が起きやすいっていうふうに言われてるんですよ。で、上位シードがね、負けちゃって、下位のシードの人が出てきたりとかっていうことも実は、起こりやすい大会っていうには言われてますね。で、実は僕ね、この全豪オープンが好きなんですよ。で、理由はとってもくだらないんですけど、コートが青いっていうとこと、あとは、やっぱりその、初々しさっていうのがね、すごく出てるかなっていうのと、メルボルンでやるんですけど、真夏のメルボルンがね、すごいこう、明るくて、いい感じの雰囲気なんで、全豪オープンが僕は一番好きですね。で、続いて全仏オープンが、歴史ある赤土の、クレーコートって言われる土のコートでやる、大会ですね。玉足がね、クレーコートって遅いですよね。バウンドしてからがちょっと遅くて、ラリーが長くなりやすいっていう風に言われてるんですよ。で、そこで強いのが、ラファエル・ナダルっていう選手がいるんですけど、ラファエル・ナダルに関しては、やっぱりそこでのね、スペイン出身のね、選手なんですけど、そこでの試合が本当に強くて、9回だっけな、10回だっけな、優勝してるんですよね。なんで、相性とかもあるんですけど、結構長期戦になりやすい。だから、こう、長期ラリーとか、粘り強い、プレーをするね、選手なんかは、結構、勝ちやすいというか、優位に戦えるコートなのかなっていう感じです。赤土なんでね、結構なんか、やっぱり天気も暑くって、選手がね、結構暑そうにしてるイメージが多いかなっていう大会ですね。で、今回の全英オープン。これは、芝のコートなんですね。天然芝。今はね、日本のテニスとかは結構人工芝が流行ってて、人工芝でやる砂入り人工芝とかね、そういうことがすごく多いんですけど、歴史名高い、天然の芝のコートなんですよね。で、服装も、白しか着ちゃいけないんですよね、ウィンブルドンって。だから、全豪オープンとかに比べると、やっぱりなんか、華やかさっていうよりは、なんかこう、もう、カチッとした、なんか昔ながらの、未だに味わえる、テニスかなっていう感じですね。で、その、天然の芝が、試合がね、後半に進むにあたって、2週間にわたって試合開催されるんですけど、最初はもう、全部緑で、青くて、
すごく生い茂ってるような感じなんですけど、だん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 その選手が歩いてるところ、フットワーク重ねてるところが削れてきてね、最後の方剥げてくるんですよね。でそこで選手が滑ったりなんていうこともあるんですけど、そんなところもねちょっと見られるのが、ウィンブルドンかなっていうところです。うん、本当に歴史名高い大会ということで、テニスってね、野球とかサッカーとかと違ってずっとわーって応援するんじゃなくて、ポイント感ってすごくね静かにするんですよね。でしっかり見守って、ポイントが決まった時に、拍手をするっていうぐらいの応援になるんで、あんまりわーっていう感じで応援しないんですけど、それがねより顕著に出てるのが全英オープンかなっていう感じですね。本当にテニスをがっつり見るっていう感じだとウィンブルドンがいいのかなっていう感じですね。はい、そして最後に、全米オープン、これがね一番お祭り感があるかなっていう感じです。まあニューヨークなんでね、賑やかなとこでやってるんで、それもあるんですけど、一番ちょっとこうお祭りムードを漂う、4大大会かなっていう感じで、ここもね、ハードコート、全豪オープンと似たようなコートなんですけど、ここもね結構波乱が起きたりするんですよね。なので全米オープンを僕は結構好きなんですけど、全豪オープンの初々しさっていうところが一番好きなんで、僕は全豪オープンが一番好きです。ただまあテニスずっとやってた人間からするとやっぱりウィンブルドンでね選手がガチで戦ってる、他の大会ももちろんガチなんですけどね、ウィンブルドンでガチでね、いろんな選手が戦ってるのを見ると本当に面白いなと思いますね。でちょっと動画でもね、今回のウィンブルドンじゃなくて動画でも見たんですけど、試合中ミスしたりとか、あとは例えばこう審判のジャッジがね不服だったりとかすると、結構ねやっぱフラストレーション溜まってくる選手っていうのも多くて、でラケットをね壊しちゃう選手とかも多いんですよね。で僕個人的にはラケットを壊すっていうのはあんまり好きじゃないんですよね。見てて気持ちいいものではないんですけど、でもそこまで極限の状態に追い詰められてるんだろうなっていう感じはしますよね。僕では多分経験したことがないぐらい精神的にかなり緊迫した状態、追い詰められた状態になって、もう本当に1ポイントをなんとか剥い取らなきゃいけないみたいな時に、なんかこう思うようにいかないみたいなね、ことが起こると、やっぱ溜まってたフラストレーションが爆発してしまうみたいなこともあるのかなと思いました。なのでラケット壊してバーンとかってやってるとあまりいい印象を持たないですけど、普段温厚な選手とかでもそう せざるを得ないような、もう本当に暴走しちゃうじゃないけど我を忘れちゃうようなぐらい本当に緊迫した状態、極限の状態で多分選手たちはやってるんだろうなと思うので、ラケットを壊すっていうその行為だけ見るとね、道具大事にしてないとかっていうふうに思っちゃうんですけど、そんなところもあるのかななんていうふうに思いながらね、ちょっと動画を見てました。で、今日ですよ。今日、その動画出してる時間に間に合うか分かんないんですけど、今日の、日本時間7月10日の、午後11時頃から、錦織圭選手とロジャー・フェデラー選手の、ウィンブルドンの準々決勝が、やります。これ、放送、ワウワウとかだけなのかな ?NHK とかでももしかしたら放送してるかもしれないんですけど、ちゃんとね、ちょっとそこ調べてなくて申し訳ないんですけど、もし興味ある方はね、ぜひ歴史的な一戦だと思うので、見てみていただければと思います。芝の王、フェデラーというふうに言われてて、芝ではね、ウィンブルドンでは結構フェデラーも優勝回数かなり多くてね、さっきのクレーコートのナダルじゃないですけど、優勝回数が多くて、本当に芝では無類の強さを誇るフェデラーと、やっぱり日本のねエース錦織圭選手ですよね。で、ここで勝てば錦織圭は、8強ベスト8に入れるっていう感じなんですよね。でここが終わると多分順当に行くと、そのさっき言ってたナダルとまた対戦するっていう感じになるので、錦織選手にとっては結構きつい、大会の山場かなっていう感じにはなってますけど、結構もう歴史的な一戦なんでね、ぜひぜひ気になる方は見てはいかがでしょうかっていうところですね。で、午後11時ぐらいから開始で、テニスの試合って短くてもやっぱり2時間とか
そのぐらいになるんで、まあ、結構夜中に渡っちゃうんですよね。なので、まあ、ちょっと明日休みでちょっと時間取れるなっていう方とかは、ぜひぜひ見てみるといいんじゃないかなと思います。好きな方とかはね、明日仕事でも夜更かしして見るみたいな方も、中にはいらっしゃってね、四大大会なんで、1年にね、そんなに何回もあるわけではないので、うん、スポーツ観戦好きな方、テニス観戦好きな方とかは、結構一見の価値あるっていうとこなんじゃないかなと思います。ちょっと調べてみようか。錦織フェデラー戦の NHK とかでやるのかな？ NHK、ちょっと今ね、直接調べてます。NHK スポーツオンライン、オンラインとかじゃないと見れないのかな？錦織対ロジャー・フェデラー、10日の午後11時。ああ、E テレとかじゃないと見れないのかな。あと、ワウワウとかね、ワウワウはすごくテニス力入れて放送してるんで、見れるんですけど、放送予定。ウィンブルドン選手権。ここ、ああ、どうだろう。試合に行って NHK 総合、あ、E テレ、あ、NHK 総合で見れますね。7月10日水曜日、23時50分から翌3時25分。NHK 総合生中継って書いてありますね。はい、NHK で見られるんで、ぜひぜひ、見ていただければと思います。まあ、夜中なんでね、ちょっと無理しない程度に気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日は、テニス観戦についてのちょっとお話をさせていただきましたが、まあ、テニスやってる方も、あまり興味ない方もいらっしゃると思うんですけど、結構ね、熱いスポーツだと思うので、ぜひ日本のね、エース錦織圭選手をはじめ、応援していただけると面白いかなと思います。はい、ということで、明日はまたね動画出したいと思うんで、明日また、ぜひ動画見ていただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。